はい、こんにちは。12月23日土曜日の高野文夫のマイビデオライアリーをお届けいたします。とうとうですね、1月1日から発信し始めて、早いものでですね、もう1年近くになります。あと残すところですね、1週間で新年を迎えますが、私は1月1日に皆様にお約束しました。2日ないしや3日おきに日本語と英語でコミュニケーションのキーポイントを発信いたしますと。1年過ぎてしまいました。今日はですね、私の大好きなですね、行徳の徳願寺の境内からお伝えいたします。いつもですね、コミュニケーションのキーポイントを一つお伝えしているわけですが、今日はですね、ちょっと面白い発信をさせていただきたいと思います。まあ、横文字で言うとですね、コネクティングドットとか言うらしいんですが、我々人間はですね、いろいろな知識を頭に入れ、いろいろな勉強をしてもですね、単なる頭の中の知識、全然生きてですね、使えないと。生かして使うことができないと。それは何でかというと、我々がですね、まあ、人間力といえば言いやす、分かりやすいんですが、根っこみたいなものを持ってて、ベースの上にですね、新しい知識を入れると、その新しい知識を生かして使えるんですね。日々の生活とかですね、お仕事に新しい知識をですね、取り入れて、それを生かして使う、すなわち花開き実を結び、あるいは我々のような研修講師でしたら、それをですね、使って世の中に発信してですね、まあお金に換えるというかですね、まあたくさんの受講生を集めることができてですね、生かして使うことができるわけですが、そのためにはですね、新しい知識を使える知識として人に伝えなきゃならないわけですよね。そのためにはそれを自分流に咀嚼してですね、生きた知識として伝えることができなければいけない。それはその人の人間力なんですよね。知識じゃないんですよ。単なる人間力あってこそ、新しい知識を取り入れて、それに命を吹き込んでですね、その人なりの花を開き実を結ばせると。これがですね、コネクティングドットと言うんですね。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。